すごいね、こんなこと起きるんだね。トゥーパンプさんからです。ハニョンあーちゃん、ハニョンのんちゃん、おはから、おはから、おざまさしさん、おざまーす。新職級登録おめでとうございます。ありがとうございます。2月22日は我らが群馬ちゃんのお誕生日。はい、初代群馬ちゃんが誕生してからずっとおかけをしてきた私が忘れられないのが、今から10年前の2012年2月26日群馬県庁での群馬ちゃんのお誕生日会です、うん、群馬ちゃんがバースデーケーキのろうそくをふーするときに登場したいちごの衣装を着た女の子のグループに再会できたのです、うん、再会というのはその1週間前の2月19日やはり群馬ちゃんを撮影するために行ったスマーク伊勢崎で初めていちごの衣装を着た女の子のグループに出会いました。それ以来ずっと気になっていたいちごの女の子たちに群馬ちゃんのお誕生日会で再会できたのです。そのいちごの女の子のグループで MC をしていたのがあーちゃんでした。群馬ちゃんがあーちゃんと私を引き合わせてくれた大切な日になりました。あー、嬉しい。覚えてますか？もちろん覚えてます、覚えてます。10年ぐらい前の話ですからね。あそっか、まだまだ私も10代の頃で。もう今10代じゃないんですか？やめてよ。そうね、嬉しいですね、はい、いやー、ツーパップさんいつもありがとうございます。そっか、長いですな。そうか、うーん、ね、長いですね。改めて群馬ちゃんお誕生日おめでとうございます。おめでとうございます。